Welcome to Gundam Online. どうも、シルです。やばい。アイテムが、もう、ない。そんな状況です。え、セーブということは、そう。ですね。何、なんだかよくわかんないんですけど、そうですよ。そんなわけです。え、まあ今回は防衛でございます。防衛しようかな。あれ最後ズゴク E に変えたけど変わんなかったね。まあいいや。北はもう守れないから、守れたら最高ですけど、 Z 殴られて壊されちゃうっていうのが一番最悪のパターンなんで、持てるんだコンテナ。持てるんですこの子は。赤は持てないよ。ナムズゴも持てない。さーて、どういうルートで行きますかね。 Y 下のグレっぽいに気をつけつつ、6号機のね、北かな。敵ガチ守りパターンですかこれね。そのパターンですね。これ北だけだ。北行こう。こうなるとね、もう絵なんて誰も行かないしね。私行っても、もうほとんど防衛されまくってましたからね。防衛めちゃめちゃされたから。これでもかっていうぐらい。榴弾は来てないね。じゃあバトルエリア行きましょうか。いや、もうぶっちゃけバトルエリアで、ここからは。どこかチェックしてやれてるよね。どこだ。北でした。北からも行けんだ。お、そっちか。重ね当てされた。他のところは2つ使ったね。色気でしまいました。ちょっとまずいで。ここ取りたいね。ブーストをよこせ。さあ入ろうぜ。
町か、そういう町か。いやー、ラムズゴの制圧拠点システムひどい。まあ、相手も制圧拠点持ってるんですけどね。ズゴック、え持ってたっけ持ってた気がするんだけど、このズゴックザントロック、確かね。まあ、まだわかんない。ただ、中央ちょっと行きたいよね。もうちょい行きたいよね。微妙なところで5つもブーストを回復してたんかった。強い。あーと一発。これも壊したかった。いや、いい機体でございますよ。ガチですね。あれガチ機体です。制圧拠点入りゃいいんですけどね。別にラベラとかはここ、まあ悪くはないと思うんですけど、内定遅くなるか当てやすくなるっていう面でね。コスト高すぎかな。うわぁ、っていうか少なすぎじゃね。人がいないぞ。どこだ、ジョンヘイどこだ。ヘップヘップヘッジウキやヘップでございますよ。ね、なんか足りないね。バトルエリアでいいんですけどね。もうすでにだけど、ずっと最初の段階でバトルエリアで十分なんですけど、来ないね。水の中余裕で取れんのに。なぜこう、殺効も避けるのか。がっつり取られてますよ。入んないとダメやよね。外で戦ってるけど、でも外で戦ってるんですよ。完全に外で戦ってるんですよ。入らないと意味がないからね、はい、入らないと意味がないですからね。本当に大事なことなんで二度言いましたけども、中で戦ってる人がいない。初動を足殴れない。いやーこれはきつい。もう私は完全に水中仕様ですからね。案外水中機持ってる人が少ないのかもしれないですね。
いや、北と南もいいんですけど、BA 取ってからの話だぜ。北と南行くのは BA 取ってからの話だぜ。なぜなら BA から来られちゃうから、北と南に。中央取ってからだと、BA、あの北と南に分かれるっていうのが非常に有効になるんですけど、取れてないからね。全然取れてないから。取ってからの話だぜ。社格の関係だ、そこから無理。いねえ。ヘルプ中。中央取ってからだといろいろやりやすくなるよ、このマップは。ここから入っちゃダメ、もう入り口がいて。ちょうど上に行けるのにね、もったいないな、北極あんのに。もったいないですな。ゲージ1本分になっちゃってさ。これ誰もいねえ、ガチで誰もいねえ、なんでですか。おかしいな、期待がないな。期待がないな。期待がない、手がなくなりました。ずっとここで戦ってんだよね。これこの中入るように意識するだけでもゲージ差はもうちょい変わってるから、ゲージの差が短くなって意識的にもちょっと影響はあるんですけど、もうきついものは人が少ねえから。ね、相手は完全に中央を取ってきたと南と、まあ北側はまずですけど南を攻めてくるっていう感じでやってるんですけど、あれがいい流れですね。うん、いい流れ。こちらも中央まずバッと取ってなんですけど、後手に回ってるんですよ。後手になると。後手に回ると厳しいというのが、まあよく分かった試合かなという感じですね。特に海中をここの地を取ってきてるのが誰もいないのがきつい。それ本当にきつい。なんか完全に取られてんだよね。厳しいです。どう？いやーきついよ。これはきつい。いや中央本当にもうただもう時間手遅れですね。バトルエリアを取ったからといってどうにかなる現実ではないです。こっちのゲージが先に削られてるか。もったいないな。なんで行かないのか。もう今から行っても遅いです。
押すしかないよ。もうこれ行くしかないです。あ、まあだけどあれが来てないのか。来てる来てる、後ろ来てる来てる。あれを決めるしかない。こっちはね。一応も敵がそんな多いわけじゃないんですけどね。難しいね。これ行くしかないでしょ。おとなしく武器を渡してくれれば被害は加えない。壊してワンチャン歩くない。いや、わからない。やってみるしかない。そんなこと言ってた。これでこわせいい。壊してワンチャンあるかもっていう。あー苦しい。なかった。 M だけどわからない。ここもない。B か。B しかないですね。ゲージがなくなる。いやまあ、しかないですな。しかない。まあ、初動はね、もうほとんどやっぱりまあ防衛が多いんで、それはそれでいいんです。やっぱりバトルエリアですね。行く人が非常に少なかったですね。超敵だらけだったんですけどっていう。おお、すげえ敵多いっていう状況でございました。マテリアルもっと見た方がいいと思うよ。3人抜け、もう最近はね本当に抜けが多いんで、他のゲームでもねやっぱこれ問題になったりするんで、抜けはある程度制限なりなんかした方がいいですね。いやー、まあ、ただそれとは別に強いばやっぱ戦いやすいね。ラムズ語がいい。ラムズガが非常にいいです。ゾークイは回復しないからなんですけど、ここにおいてはラムズガが強い。まあ、ゾークイはしっかりと押し引きできればいいんですけど、今回のケースだともう完全に使い捨て特攻だから仕方ないんですね。ああなっちゃうとね。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。